皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにアクセスしてくださりありがとうございます。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。また良いと思ったらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録まだの方はどうぞ登録お願いしたいと思います。本日1月18日月曜日、題は最高の友達、歌は慈しみ深き友なるイエスはです。あなたがヘマをしドジをした時に大丈夫だよってそれでも言ってくれる友達がいるとしたら嬉しいですよね。どんなに辛く悲しくてもわかるよ、慰めてくれる友達の存在はあなたを支えてくれるに違いありません。あなたの状況や今の気持ちを一番分かってくれる友達は一体どこへ行ったら会えるでしょうか。この友達は何があってもあなたから離れることがなく、いつも親切です。心が痛み涙が流れるとき、そっと抱き寄せて寄り添ってくれます。そんな友達が欲しいのではないでしょうか。今その最高の友達を心に迎え入れることができます。イエス・キリストです。慈しみ深き友なるイエスはという歌があります。ああいい歌ですね。目に見える友達がいない、友達から嫌われた、友達からひどい目にあった、でもこのイエス・キリストを友として受け止めている限り、あなたは大丈夫です。そしてイエス・キリストはこう言います。見よ、私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいます。皆さんそんな方を信じて受け入れてください。慈しみ深き、慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたも、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。